光る時事の思いや願いをお客様の心にお届けし、記憶に残せるよう出演者の皆様とお稽古に励んでまいりたいと思います。前回新演出バージョンとして新しくなった、そしてここの帝国劇場で今期のミス・サイゴンはさらにバージョンアップするということで、これから稽古に入るんですけれども、より進化したトゥイを、そして10年間の集大成を、皆さんにお届けできるように精一杯心を込めて務めさせていただきたいと思います。2回目の出演となるんですけども、前回の、2012年のバージョンを見たときに、ミス・サイゴンというのはこんだけ進化する作品なのかというのをすごく思い知らされ、なおかつその場に自分がいられなかったことがとても悔しかったです。9月、10月の横須賀で、何かしら自分のトゥイをちゃんと全うできるように、全身全霊を込めて頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。伝統ある、帝国劇場でこの大好きなエレンを演じることをとても誇りに思い光栄に思っております。私にとっては再演ということなんですけれども、より深くより新鮮にこのエレンを務めていけたらなと思っております。今回このエレンという役をいただけたことが本当に幸せな気持ちでいっぱいです。素晴らしい先輩方、共演者の皆様の背中を見てしっかりと勉強しながら、皆様の心にミス・サイゴンの物語をお届けできるよう精一杯がむしゃらに頑張っていきたいと思います。とにかく慣れることなく千秋楽まで精進してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。またこの作品に帰ってこれたことをすごく嬉しく思ってます。一回一回を大切にこの作品を届けていきたいと思ってます。また、この暑い暑い夏が、ミス・サイゴンで、過ごせるというのは本当に楽しみにしております。劇場を、出ますとお客様からの視線がですね、クリスに対してちょっと冷たいところがあるんですけども、それをものともせず、頑張りたいと思います。横須賀まで突っ走りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私は初めて帝国劇場で客席で見た作品がミス・サイゴンでした。その時本当に感動して、でその時心の中で、僕もこのステージに立ってミス・サイゴンの世界の演者の方に行ってみたいってその時すごい思ったのを覚えてます。で、前回アンサンブルで出演させていただきました。で今回はクリス役ということで、大変プレッシャーは感じてるんですけれど、もうこれからの稽古の中で多分きっとたくさん壁が出てくると思うんですが、一個一個乗り越えて、まずは初日をしっかり務めるということを目標に頑張っていきたいと思います。私は2012年の稽古場で、本当に濃密な時間を体験しまして、例えば最後にキムが自分で銃弾を受けた時に、人間は銃弾を受けた時にどこに痛みが走ってどこから力が抜けていくのかっていうのを、医学的なことをすごい勉強した演出家の方が事細かに教えてくださったんですね。でそういうところから学ぶことで本当に、リアリティが生まれてくるというか、そして普遍的なものはやっぱりいつの時代も愛の強さは、特に母の子にかける愛の大きさは強いなということを、この作品でもテーマにして、一番伝えたいと思っています。私も2004年からキムをやらさせていただいているので10年経ったということになるんですが、キムは最初17歳の役なので、そういう意味では10年の間にどんどん私だけが年を取り、役とはどんどん開きがね出てきてしまって、またやるのかよと言われるんではないかなんて思いつつ、でも本当に魅力的なこの作品、大好きな作品なので、毎回やらせてもらうたんびにこれを最後にしようという気持ちでやるんですが、今回が正真正銘本当に最後の、キムだと思って丁寧に最後まで
悔いのないよう、しっかり務めたいと思っております。初めて、参加させていただきます今夏美です。私はこの作品がもう本当に大好きで、もう何回もあの客席で見ているんですけども、2012年の新演出版を見た時に、この作品のパワーと、あと今まで以上にリアルに描かれている演出にとっても衝撃を受けて、私も出てみたいなというふうにずっと思っていました。で、今はこの制作発表の場で帝国劇場に立たせていただいておりますが、次立たせていただくときはもう本番なんだなと思うと、ちょっとまだ信じられないんですけども、その日まで皆さんと一緒に精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。駒田はじめです。私ミスサイゴン初参加でございます。今日は小学校の入学式の気分でこういう格好してまいりました。気持ちも新たに稽古場から一から諸先輩方のお言葉をいただきながら、また違う道を行きながら苦労して、そして私なりのエンジニアが演じられたら、別に車両言うつもりじゃなかったです、本心です。演じられたらいいなと思っております。それまで努力して精進して頑張っていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。いつも劇場に行くと一番客席の一番遠いところに座ってこの舞台を見るんですけども、そこにいる人の気持ちになって、また演技しなきゃいけないなっていうことがありまして、この帝劇にはその後もいろんな作品で出させてもらってますけども、今はこの本当に温かく、お、帰ってきたなっていう感じで迎えてきてくれるんで、またこの夏も楽しい、天気外遊が続くと思います。まあ、たくさん言いたいことはあるんですけども、ここに去年亡くなった岩谷時子先生のミス・サイゴンの訳詞の中のアメリカンドリームの彼女のこれなんていうの、原文と、なんていうの、原文、本物の彼女のおときさんの字で書いた訳詞のアメリカンドリームがここにあります。これを持ってきたのは、俳優ってのはやっぱり同じ作品を、初演の時は1年半やりましたけども、今回もたくさんまた駒田君と演じさせてもらいますが、この詩を読んで、おときさんがアメリカンドリームにかけている思い、もう一遍原点に戻って、やってみようかなっていうふうに覚悟を決めさせてくれたこの原文です。常に毎回毎回初心に戻って、このミス最後のエンジニア、もう本はいいし、曲はいいし、詩はいいし、出演者はいいし、どうでもいいんじゃないからね、すごくいいという意味で、僕も去年はみんなと一緒に旅を回ってて、まさかこのヘリコプターの音とミス・サイゴンのオーバーチュアが広島の郵便貯金ホールで鳴ったり、仙台の県民会館で鳴ったり、当時はもう帝劇でしかできないっていうのがもう売り言葉だったんですけども、僕みたいにこの土佐回りが多い人間にとっては、地方の劇場でこのヘリコプターとミス・サイゴンのオーバーチュアが鳴るってことは本当に感動的でした。今年は天劇を皮切りに、またその感動を全国に持って行ってみたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。君は信じなくても、もしも俺と一緒な素敵な夜、星が
命もあげるよ。バーツキのリムジン、oh, アメリカンドリーム。ゲストにはフレッド・アスティア、oh, アメリカンドリーム。さあ飲めよう、パンとシャンパン、わっと盛り上がれ、oh, アメリカンドリーム。どうもありがとうございました。